でも木がなんでこんなニヤニヤしてるんでしょうね。わかります、この人なんか、なんかこんななんかニヤニヤしてる感じに出てませんか。なんかね、なんかなんでこんな綺麗なのかしら、この巣。え、なんか違う、なんかこういうなんか釜を表現した文字みたいになってる。釜をね、釜を表現した文字みたいになっちゃうの、どうして。あー、ぬがね、きも、あ、綺麗だわ。ぬのここってこんなに小さくなることあるんだ。あも、ぬも、めもですけど、ここがこんなに小さく書いたこと人生でないかも。そして、きたぬ、ぬ、あー、もうダメかも。一歩目で分かってしまった、これはダメ。いや、負けるな、私。あー、ダメかも。絵はいける。来たならば、うまっ、いいぞいいぞ、いいですわよ。あ、違うタイプの糞も学べる。え、え、何この糞、え、何この、え、何、え、人私が書いた人うねってる。あ、あ、でも真似した。ちょっと待って、上手くなってきました。え、あすかひな様、ありがとうございます。私のね、伝え方が悪くて、シーナさんは、あ、シッシーって書いてくれて、可愛かったらね、このままいただいちゃいました。可愛かったから。字がめちゃくちゃうまい。こういうスタイルもありますのね。字がめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいおばあちゃんの手紙みたいな字。これは、最後に好きな5文字があればぜひ書いてみてくださいねって言いました。そしたら書いていただきました。家永さんです。こちら好きな5文字と言ったのでね、漢字を書いてくださった方もいらっしゃいました。ですが私は負けない。こちらは様でございます。そしてなぜか若干意味合い的には家永さんと若干被るというか、雰囲気が似るさだまさし、ゆしえさん。じゃあお漢字いただきました。私の名前、そして私は自分の名前を書くのがめちゃくちゃ苦手。こちらで本日のお勉強終了ということで、気合い入れて書きたいと思います。